賢者の選択リーダーズ、本日のゲストは PWM 日本証券株式会社代表取締役社長の吉田実さんです。3つ目のキーワードが獅子脅しと聞こえたんですけど、はい、このポンという、そうですね、これどういう絡みがあるんでしょうか。例の日本庭園でよく見かけるやつですね、はい、私は運用と対峙する時の心構えっていうんですかね、はい、特に最終投資家の方々にとって獅子脅しっていうのはぴったしだと思っております。獅子脅しっていうのは派手でも何でもないわけで、無理を全然しないわけですよ、うん、西洋の噴水っていうのは下から上に無理に力でもって上げる、はい、でも日本の獅子脅しっていうのは上から下に流れてくる水、これ水が1回でも止まっちゃうと竹筒の中にはたまんないんですよね、はい、でまあちっちゃな流れでもいいんですけども継続的にずっと注いであげる、うん、注ぐんですけどもたまるまではやはり微動だにしない、うん、でずっと溜まった時に水の重みで動いて流れ出る、で流れる時って、ね、一瞬に出てしまうわけですよね、はい、あれお金の出入りの速さもあると思うんですけども、うん、お金使い始めると結構早くなくなったりすると思うんですよ、はい、なんで地道にお金を貯めながら溜まった時にはたまりましたよという音がコンとしてですね、まあ、それでもって、使う利用する準備ができましたよと、それが終わればまた少しずつ貯めていくという、まあ、ああいったことでいっぺんに大きく増やすとかですね、うん、そういった大それたことを考えるんじゃなしに、うん、まあ投資っていうのは長い間腰を据えて、少しずつでもいいから地道に始めましょうというところでもって、まあ獅子脅しっていうのはよくいろんなところで、まあ投資の姿勢としてですね説明させていただいているわけです、はい、みんな個々のお財布の事情があると思いますけども、うん、分相応というかね身の丈以上のリスクを取ってしまうと、はい、まず耐えられなくなってしまう、うん、で耐えられたとしてもえらい精神的な気苦労をしなきゃいけない、うん、本来投資っていうのはそのトレーダーみたいにそれを生業にしてる人たちは別にして、うん、まあお仕事をしながら横で、はい、年始めてて増えてるといいなっていうことでやるわけなんで、あんまり無理をしちゃいけないと思うんですよね、うん、基本的には、まあ、自然体で、長く時間をかけて増やしていくということが大切かと思います。なるほど。一昔前に比べると、まあ、NISA が始まったりマーケットも盛り上がってきたりと、こう資産運用って特別なイメージではなくなってきたのかなというふうに思うんですが、社長はこの資産運用の必要性ってどのようにお考えですか。ある意味で今の運用っていうと空気みたいなものだと思うんですよね。誰も避けては通れない今の日本の現状を考えますとですね、はい、30年前ですと運用する株するとかで、ね、うん、株やるっていうとやるって言いますよね、なんか本当にバクトの世界のような感じなんですけども、うん、最近はまあ投資信託という商品が出てきてから、うん、まあ一般にまで降りてきたんですけども、なかなか実際の行動としては投資信託買って増やすため本来は長期でやんなきゃいけないのに買ったはいいんだけども3ヶ月6ヶ月後にもう他に乗り換えてるとか、うん、いろんなことがあるわけですよね、はい、でもまあみんなこれリスクを取ってることになってるんで、まあ、自分に合ったリスクを自分のやり方でもって守っていくという、うん、これはもう逃れられない事実でございますんで、まあ、実践していただきたいと思います、うんうん、やっぱり本当に年金が大体これぐらいとか、ええ、まあ、自己資金、まあ、貯金がこれぐらいとか、はい、まあ、いろいろ老後の生活と考えてみたら、ええ、やっぱりかなり足りない部分があるんですよね。そうですよね。皆さんそれを、はい、皆さん若いところはあまりこう気づいてらっしゃらないでしょうけど、私はその年齢になってみたら、あ、これだけだと。だからそれに対してちゃんと計画を立てていない人が実に多いですよね、うん、そうですよね、ですからそこになって、気づいてもちょっと遅いですから、やっぱりそのなんか運用というのは必要です、うん、でその時に、まあ、申し訳ないですけどその証券会社の方の直に売られるよりはこういったアドバイザーの方がこ うまくこうセレクトしてくださってアドバイスをもらう、このビジネスモデル僕はすごく、まあ、ありがたい、もっと早くお会いしたかったというふうに思いますけど、今日は本当に資産運用の真髄といいますか、いろいろなお話を伺ってきましたけれども、この会社を社長は今後どのように展開していきたいなと思っていますか。はい、まあ、
ビジネスとしてやっておりますので、まあ、大きくすることは当たり前なんですけれども、まずその前に総論としてやらなければいけないのは IFA ビジネスというもの自体ですよね。弊社も含めて競合も含めてですけれども、まだまだ日本で浸透率が低いものですから、まあ、これを認知していただくという意味で、まあ、欧米に追い越せ追いつけ追い越せじゃないですけれども、まあ、現状 10% 未満に甘んじているわけですけども、これも4割5割というところまでのシェアを取れるような形で業界全体で、まあ、伝導していく、まあ、それのお力を一緒に振るっていきたいというふうに考えているのが1点と、まあ、個別の弊社の中に限ってはですね、フェイス2フェイスで、まあ、コンサルテーションをしていくというこの弊社のやり方ですよね。これを愚直に実践していきながら、まあ、お客の方に、もっともっと素晴らしいソリューションを提供していきたいと思います。まあ、でもこうずっとこう金融関係に携わってこられて、今社長業としてさまざまなストレスが今あると思うんですが、何かこう社長としてストレス解消法ってお持ちですか？私は2つですよね。家で犬を飼ってますんで、犬の散歩すると非常にまあ癒されるっていうんですかね、普通の生活ですよね。普段忙しさの中で会社の行き帰り早足で歩いてると何も気づかないで、道すがら仕事のことを考えてたりするとですね、下手すると知ってる人と出会ってても気づかなかったりっていうようなことがあったりはするんですけども、犬のペースで歩いてると全く普段気づかなかったようなツバメが戻ってきて巣作ってるとかですね、トンボが飛んでるとか、あ、もうこの花が咲いてるんだとかですね、今日は富士山がよく見えるとか、当たり前のことといえば当たり前のことなんですけども、そういうことに気づく贅沢さっていうんですかね、時間的には止まってはいないんですけども、自分のガス抜きをする上では大事だなと、いわゆる生き物とか動植物自然との触れ合いっていうのが非常に有意義な時間ですよね。あとは長い間30年弱合気道をやってますんで、これで心身の健康のバランスを保ってるっていうんですかね、自分からは攻めない、攻撃しない、動く善とも言われてますんで、相手の来た力向かってくるものを現実として受け止めて、それをうまく管理するっていうんですかね、そういったものは武道の世界にも、あるいはひょっとすると運用とか相場の世界にも通ずるんじゃないかなというふうに感じるところがあるわけでございます。本当にだから私たち今日初めて知ったそのビジネスモデルですけども、ぜひこういろんな、もっともっと競合としてもあるんでしょうけども、そんな中からより良い運用というものが日本に定着していけばいいなというふうに思いますが、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。無理をしないで自然体で臨むことが非常に大事だと思います。好きなことを極力長く続けれる、そういった人々は非常に幸せだと思います。